森本和久は、江戸時代前期の平戸藩士、加藤清正の重臣、森本和久の次男、ウコンタユと名乗る。寛永九年、カンボジアに、父の母代を弔い、年老いた母の後世を記念するために渡り、インドの祇園少女と思われていた、アンコールワットの回廊の柱に牧章を残した。森本和久はカンボジアに渡る前、加藤家を辞して、非善。 松浦藩に仕えていた。主君清正が死し、父義太夫和久も後を追うように死した後、加藤忠宏の下で混乱する、家臣団に嫌気がさして、非全国の松浦氏に仕えたとある。松浦氏は寮内に平戸を持ち、国際的な貿易港だったこともあり、和久もまた主院船に乗ることができたと推測される。和久は無事日本へ帰国するが、 直後に始まる、鎖国政策の一環としての、日本人の東南アジア方面との往来禁止に、伴い、その後の消息は不明であったが、帰国後、松浦藩を実施した和夫は、父の生誕地である京都の山崎に転居したことが、明らかとなった。1674年に、京都で亡くなり、1654年に成去した父と、共に墓は、 京都、城願い寺にある。祇園小ジャズとして描かれた、アンコールワットの見取り図12行にわたって4体の仏像を奉納したことなどを記している。水戸徳川家に伝わる。祇園小ジャズは和ズが描いたものではないかと言われている。財団法人水不明徳会が所蔵している。和ズを祖先とする森本慶三が、 岡山県津山市に創設した津山自然の不思議感不設の歴史民俗館には紹介コーナーがある。小説、郝妻秀樹、古町の剣和房が主人公だが、なぜか、丸目流しげに指示した対捨てるの二刀流美男剣豪として描かれており、海を渡り少林寺で奥義を授けられ、標法を極めるという高等無形な物語となっている。資料研究文献。 ありがとうございます。